に白若議論の極の頂点に君臨するは弱い十四の王女様絢爛豪華な浄土品顔のよく見た目静かい愛馬の名前はヨセフィーヌすべてがすべて彼女のものお金が足りなくなったなら区民の儲から絞り取れ私に逆らう者たちは粛清してしまえ白の花鮮やかな彩りで周りの哀れな雑草は早分となり朽ちてゆく多くの王女が恋するは海の向こうの青い人だけども彼は隣国の静かな声で言いました緑の国を滅ぼしなさい幾多の家が焼き払われ幾多の命が消えてゆく苦しむ人々の嘆きは王女には届かない花かれんに咲く狂おしい踊りでとても美しい花なのに歯どけが多すぎて触れない不毛の彼らを生きるは赤き鎧の女剣士積もりに積もったその怒り国全体を包み込んだ長年の戦で疲れた兵士たちなどできればないついに王宮囲まれて家臣たちも逃げ出した可愛く可憐な王女様ついに捕らえられた白の花可憐に咲く悲しげな彩りで彼女の勝手な楽園は葉もなく儚く崩れてゆく昔昔あるところに白若議論の王国の頂点に君臨してた弱い十四の王女様証言の時間は残さず教会の鐘が鳴る時間王女と呼ばれたその人は一人の矢で何を思うついにその時はやってきて終わりを告げる鐘が鳴る民衆などに俺もくれず白の花枯れんに散る鮮やかな彩りで落ちる